くい。私は先輩方のバンドの曲が兄の聴いていた音楽に似ていたものだから、うちは父が早くに死んでしまったので、兄が父の代わりに私の面倒を見てくれたんです。先輩、キリ先輩。大丈夫ですか、キリ先輩。Thank you.
おはようございます。どうかされたんですか？顔色良くないです。そうなんですか。それならいいんですけど。先輩、昨日から様子が。私、死神族ですから、少しだけ感じるんですけど、米飯の乱れを、うちの学校を中心に何か強い意識体が発生しつつあるような、そんな感覚を。詳しいことは分かりません。ただ私にも管理局から注意するようにと指示が出ていますから。体調が落ちていると霊波の影響を受けやすくなります。だから、
待て、キリ。呼んでいるのが聞こえないのか。やめな、あんたたち。用事があるのは本当だ。桐生誠、話ぐらい聞け。お前、そのペンダントはどうした？質問に答えろ。どうしてお前がそのペンダントを持っているんだ。キリュウ、お前そのペンダントが何なのか知っているのか。悪いことは言わない。そのペンダントを私に渡せ。何がおかしい？そのペンダントのことすらわからないお前がカツアゲ呼ばわりするか。知らない方がいいこともあるんだ。それは前にどうしても渡さないというのなら実力で奪い取らせてもらおう。
先輩、大丈夫ですか？覚えてませんか？廊下で光先輩と喧嘩して。でもよかったです。大したことはなくて。私の兄の聖者です。